かわいい。アメさん、ハート。ありがとうございます。ね。始めました。気の声見てめっちゃ気になる。めっちゃ嬉しい。何の曲とかだろう。曲じゃなく全体的にかな。嬉しい。しかも女の子かな。やったね、ハッピー。こんばんは。こんばんは。もうちょっとちょうだいか、ハッピー。なんか今日も普通に寒かったよな、名古屋。かわいい。ハートのベクトルか。ハートのベクトルさ、私佐藤すみれさんポジだったんですよ、あれ。そうそう、あの曲は2番の2A っていうの、あれちょっと私未だに分かんないんだけど、で最初からさソロで歌ってるじゃん。もうあれが本当に緊張してた、ずっと。3両目のところ、普通に言うとなんだっけ、3両目の2番目のドアをもう足す信号のような反射、ちょっとわかんない単語がさいっぱい出てくる。ちゃんとさ歌詞の単語とか意味を理解して歌わなきゃいけないんだけど、大変。電車3両目のドアん3両目の2、あもうモールスだ。モータスって言った私、モールス信号、あモールスか、モールス信号って何、モールス電車のなんか部品の名前、ベクトルもね分かんないんですよ私。ベクトルってなんだろう、車、ハートのベクトル、ハートの魂、なんだろう。いや魂は他にあるな。今度特会行こうと思います。嬉しい、名前覚えた。覚えた、ベクトル、あ、矢印 SOS 暗号。面白いね、そういう意味があるんだ。ハートのベクトル、ハートの暗号、ハートの SOS、 かっこいいね。なんか私もなんか言いたいけど、曲名ってさやっぱみんな知ってるから言われちゃうから言えないな。かわいい。ハガレンでも出てきた、やばい、見返してないからさ一回も。やばい、分からん。あのね聞いて。今さっきもメールで送ったんだけど、配信する前、今日ね、今6話まで放送されてる青春のアニメの堀宮っていうアニメを見たんですよ。もうキュンキュンしかなくて、なんて青春なんだって思った。本当にさ、現実でこういうのいいなと思ったの。いいなと思ったね、ハッピー。今メール来た、本当に早い、書いてあったでしょ。ホリミヤもうさ、最初のそう、ネットフリックスで見たんだけど、アニメのさサムネ、あれもサムネっていうのかな、サムネを見たらさ、もうイケメンなのよ。私のドストライクな感じ、髪の毛が長い青年。ちょっとダメだね私、本当にね、白髪、銀髪、
髪の毛が長い方が本当に弱いんですよ本当にダメ。黒髪は、うん、髪の毛長い方は黒髪に限る。本当に堀宮に出てる方もそうだし、あの相澤先生もそうだしダメだ本当に。結構好きになる人が同じ条件があるんだね。これね、ネットフリでおすすめされてて見たいと思った。え、見てほしい本当に。早く7話見たい。最初短編のさアニメかなって思ったら違うんだね。しかもすごく人気な作品で、でね、今配信する前にツイッターで調べたんですよ、堀宮って。そしたら次の連載でも最終回って書いてあってびっくりしちゃった。え、嘘、大森真帆ちゃんも同じこと言ってた。え、これもうまた話が合うやんもう話したいことたくさんある。見たい。そう、五条先生も好き五条先生はもうずるいよね本当に。宇髄先生、宇髄先生、宇髄さんの目にずるい。ハッピーさんハートありがとうございます。リボーンのスクアーロ、スクアーロ、スクアーロ、銀髪長長、髪の毛長い方待って、私さ小学校の頃リボーンテレビでさ放送されてたじゃないですか、アニメが。その時見てたけど内容がね今全然覚えてないんですよ。リボーン懐かしい。こんばんは、こんばんは、のび太ん、五条さん、五条さん、小杉さん。リボーン懐かしいよね。カテキオヒットマンリボーンって言ってたっけ。懐かしい。ピタン、え、リボーンって突然終わったの。そうなの、それすらも覚えてない。あの時はさ本当に面白かった。アニメ全て見てた、とりあえず放送されてるやつは。ねえハッピー、ハッピーもいたねあの時あ懐かしい。ベルゼバブも見てた、あの可愛い赤ちゃん懐かしい。そうブリーチも見たいんだよ、白髪がいるから絶対あの方好きになるんだろうなって私も思ってる。名前はね分かんないんですけど。え、ボンゴレ懐かしい。え、リボーンだっけ、なんかリングがあるやつ、あれ違ったっけ。あ、それがボンゴレリングか。あ、合ってた。懐かしい。サッピー本当に近いなマイクのほぼ前にいるからさ、みんながびっくりしちゃう。ボンゴレリングつけたい私もボンゴレリング。でも今はあれかな、ボンゴレリングよりもポケモンカードに使うあのさリングあるじゃないですか、なんだっけなんだっけ、技が当たって攻撃された時のダメージを分からせるリングみたいな、なんかなかったっけあれ。そう前ね保健地ではじめ社長さんがつけてたんですよ。可愛かった、普通におしゃれじゃんって思っちゃったポケモンってさ普通におしゃれもあるよね。 T シャツも全部可愛いしパーカーも全部可愛い。だからチリさんが着てると100倍可愛いんですよね。近い、ハッピーターン。よいしょ。
しさんダイマックスはできない。もう数年前にダイマックス期間は終わりましたね。悲しいことに今はそのままだね。ハッピーかわいい。いや聞いてよ、今日もさ朝方にハッピーさんにすっごい起こされたんですよ。私寝たかったけど、なんで来た、ご飯か、ご飯がまだ欲しいんだ。あ、見た、そういえば里川さんがピカチュウって書いて、ピカチュウ書いてた、見ました、あのツイッターで見ました。公演はちょっと DMM の方で見てないんですけど、流れてきたんですよ。めちゃくちゃ可愛かった。いやあれはもう好きな方が描く絵は何でも可愛いんですよ。そう、何でも可愛いの、似てても似てなくてもたとえね、可愛いの。よいしょ。寝るの。早っ。ハッピーさん、そうハッピーさんって言います。こんばんは、こんばんは、元気元気。いやなんか結構元気になったよ私、今日のホリミヤを見て。なんかね、自分が学生の頃に戻れた気分になりました。あの作品を今日見てすごくいい。でも羨ましいでちょっと思っちゃう部分はあるけど、学生がね、面白かったな、面白かったな、早く見たいな。ホリミヤ、ホリミヤハマっちゃったよ。いや今何見てもハマるって言いそう、私怖いな。カマキリとハチたちはあの袋の中にいます。そう、部品が取れないようにどっか行かないように袋の中に入ってる。飾りたくてもハッピーさんに落とされてもっと部品がなくなってしまうので、そう悲しいことに。でも次見るのは絶対ワールドトリガー決めました。そうスタンドにねまだ立たない、立たせない。立たせたら絶対に飾りたくなるから。飾りたくないわけじゃないんだよ、でもね今のこの家の雰囲気に合わないんだよね。なんでだろう、気持ちの問題。イレーザーヘッドをあの飾りたい欲が強いからかな、一番に飾りたいのはその子って思ってるからかな。ワールドトリガー早く見たいの。ちょっとねご褒美の時に見る、徐々にね。でも今見たらね全部見たくなっちゃう。今何最新話まで、何話まであるんだろう今。ごめんなさい。ハッピーのご飯臭い。空気が喉の変なとこ入った。止まってた？
今止まってた、もしかして。あ、そう、止めました。ループになってたかな、エダループでお水を飲みました、ありがとうございます。もう無事です。そう、私が止めました。ダメだ、空気が肺の変なところに入っちゃったそう、あ、そうだよ、今日は夜の8時にあの SKE 非公式チャンネルニコ生で研究、なんだ、重大発表があるって言ってたじゃないですか。咳込みながら笑うってさ、なかなかないよねあれ今何話したっけ。あ、そう、重大発表があったじゃないですか。あれさ、私が思ってたのとちょっと違ったんですよそう、いや、でもエゴさんは確かにソロ公演とか何かあるかなとか思ってたけど、まさかの3つも重大発表があるとは思わなくてびっくりしちゃった。3つだよ、3つ。エゴさんと野島かのさんのソロライブと、あと1つはこれからっていうか今もね、投票がやってるティーンズユニットのがあって、え、そう、私が思ってたのと違ったから、あれ私何もないのになって思いながら、そう、メールでね告知をしてしまったんですよ。なんか申し訳ない申し訳ない、ちょっと私も 何かを期待しちゃってたちょっと悲しい。